あ疫病退散とかね、はい、無病長寿とか言霊言霊ってことでずっとあの1年今年やってたんですよ。初めて来た時かな、あのクリスマスの時期だから、それこそ皆様に向かってキリストの受難の歌を歌って、うん、それが許されたるんだなって、この日本の豊かさ、懐の広さで、今日もお声聞いててちょっとね、そういう聞き方をしたらいけそうっていう、なんですか、やっぱ心を声に発せじゃないけど、うん、本当リアルな、ね、あの祈り、美しいなっていうことをお伝えしたいなと、ちょっと頼むよね。我わだつみに使わされたる甘みなるが、で一応吟遊詩人と称してね、いろんな国の歌を歌ってるわけですが、今これを歌わずして何を歌うんだと、エンターテインメントではなくて、やっぱり何かこう意味のある語り継ぐべき歌詞に出会った。なのでこれはもうあのコロナの最中もこれからもずっと語り継いでいこうと思って、疫病がなくなり無病長寿を訳するって言うんですね、勇ましい。だからその昔は伝達手段がなかったわけで、いわゆる拡散する手段がないんですよ、気をつけろと注意喚起することができなかった。だからアマビエという妖怪、こういうものを介して、でその姿を介してそれを拡散することによって注意喚起したんじゃないか、そんな風に。世に流行りたる疫病、払わんすべを授くなり、すなわち我が身を書き写し、広くこの世に知らし。疫病退散、無病長寿なるべき。本日吉日にて候ほどに、皆人心をいつに。武学をそうしてあまりに苦難は浮世の常なれば、力を合わせて